アストリア十章雑魚、バルキリーの立ち回りの例とか、もうさ、イベント多すぎだよねっていうお話。まあとりあえず十章の、まあ、バルキリーの立ち回りなんですけど、まあ個人的にはね、あの水獄とネーデが同属性なので、マインホークっていう、まあ、ヒットドレインのセンスなんですけど、これがあると、あの敵さんが出す後半950億ぐらいで出してくる全体の岩石飛ばしで、あの全滅することがなくなるので、私はまあバルキーで今デバフをしながらみたいな感じで最近やっています。まあ流れ的には、開幕水獄使って、ベビウス使って、でアストラ大陸の盾使って、まあ消滅が来たらネーレを使って、水獄を使って、またアストリアの盾を使ってみたいな感じですかね。で火力さんが頑張って削ってくれると、投資バリアっていうのが出てくるので、これに対してゼクを打つ感じですかね。うん、まあダメージは出ないんだけれども、バリアをちょっとね削れるので、まあこれはこれでありかなっていう感じですかね。投資バリアが終わったら、今度は多段のバリアが出てくるので、多段のバリアが切れたあたりでヒットドレインのセンスを使うっていう感じですかね。まあもし失敗しても体力、まあ6万ぐらい確保できるのであれば、うん、まあワンチャン死んでも、うん、復活はできるので、うん、まあでもヒットドレインのセンスあれば、うん、確実には勝てるので、うん、おすすめしています。まあ EX と違って、やっぱりアストラ大陸はどちらかというと単調になるので、まあ合わせやすいかなって感じかな。うん、まあバルキリーも面白いっちゃ面白いっすね。うん、あとそうっすね、あのイベント多すぎだよねっていうお話なんですけど、あの本当イベント多いっすよね。あの6時の次元と7時の次元がね、あのイベントの次元がね、本当にね、いらない、個人的に超絶いらないかなって思ってるんですよね。常設にしてほしいよね。アストラ大陸の集会だとか、他のイベントの集会だとか、うん、できないよね。だって30分くらいしかないし、で、リアル優先だと、やっぱりゆっくりご飯食べたいし、ゆっくり湯船に使ってお風呂にも入りたいし、って考えると、イベントに出れないんだよね。8時の次元と9時の次元はまあいいとして、うん、やっぱり6時、7時、10時、11時のイベントが本当にね、苦痛だよね。うん、あの出れない。いや、なんでこんなに次元立て続けになっちゃったんだろうね。うん、本当にね、迷惑だね。うん、まあそう思ってる人もね、あの私だけではないはずなんだけど、うん、まあイベントガチ勢の人はまあそれでいいのかなと思うんだけど、どうなんだろうね。なんかイベントだって6時、7時、8時、9時、10時、11時だよ。バカでしょ。まあそんなわけでね、ログレス中心に生活を考えたら絶対に破綻すると思うので、私はね、その乗らないようにはしていますね。はい、そんなわけで、のんびりやっていこうかなと思います。それではまた他の動画で会いましょう。お疲れ様でした。